では、次は狂気の話だな。前園さやかを殺した狂気とは何だったのだその包丁が、狂気になったということか。我だ。我だ。昨晩我は、朝比奈の部屋に泊まったのだ。我は女だがいや。まだ可能性はあるはずだ。そうだろ。朝比奈。そうとしか考えられない。それに、今になって考えてみれば。 あいつの言動は何か妙だった。食堂に来るなり、あいつは、我らに見向きもせずに厨房へと入っていった。水を飲みに来ただけだと言っていたが、おそらくその時に。聞かせてもらおうか。そういえばそうだったな。それが無意味な行動とも知らずにか。なるほど。犯人が現場に入った方法か。なるほど、確かにそうかもしれんな。そういえば、 あの現場には模擬刀が落ちていたな。あれは、そこでの争いに使われたものではないのか。そして犯人に殺されてしまった。つまり、最初に模擬刀が使われたのは、包丁の攻撃に対する防御のためだった。確かに。むしろ加害者のような行動だ。そして、標的であったはずの人物によって、 逆に殺されてしまった。だが、最初の文字が N だとしてもだ。N037 では、まだ意味が通らんぞ。だが、そのワイシャツだけで、クワタレオンを犯人だと断定できるのか。だが、鉄格子を開けなければ、焼却炉の火をつけることはできんのだぞ。藤崎の致命傷は頭部の傷らしいな。それにしてもここまで違うものか。普段のあいつとは、動機だと。 誰が信じると思うそんな言葉を誰が信じると思う法則だともしや、プロテインコーヒーのことを言っておるのか以前女子高医室でのトレーニング中に、床にプロテインコーヒーをこぼしてしまってな。されど、事件後に見た時は、そのシみがきれいに掃除されていたのだ。それは確かに、我がこぼしたプロテインコーヒーの痕跡だ。呆れるほどに、あっさりだな。 ク田タの電子生徒手帳でもなく、改造したわけでもないとなると。ならば、我がやろう。いや、藤崎も男に触られるよりは、女である我に触られる方がましだろう。我に任せておけ。では、始めるぞ、藤崎よ。すまんが調べさせてもらうぞ。ぜ、全身を、とは言うが、こんなことに。 一体何の意味が、あ、あ、ああ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 あ 我や朝比奈がいくら誘っても、一緒にトレーニングしようとはしなかったのにか。我の記憶によれば、ジャージにはある程度の種類があったはずだ。ということは、藤崎の持っていたジャージに、犯人に繋がる手がかりがあるのではないか。では大和田はいつ知ったのだ藤崎千尋のジャージが青いということ。だが、滅多なことでは壊れぬ電子生徒手帳が、 立て続けに二体も壊れているとなると。ではやはり犯人は知っていたのだな。電子制度手帳の弱点を。偶然とはどういう意味だいや。筆跡を使い分けた程度の差には見えんぞ。ということはまさか。それで何なのだ先にはっきりさせておかねばならぬこととは。ビニールシートの件はなんとなく分かっていたが、代謝というのは何だ朝日奈よ。ロボは関係ないと思うぞ。 腰を曲げられないとなると、取っ手のない台車を押すのは難しそうだな。そうか。あの衣装は、自力では着脱できなかったのだな。つまり、台車で死体を運んだ犯人は、ジャスティスロボを着ていた歯隠れではないのだな。だが、具体的にはどうすればいい。だが、我らの命がかかっているのだ。多少の面倒は仕方あるまい。では、 もう一度最初から事件を振り返ってみるか。まずは、今朝のことから始めるぞ。今朝、食堂に集まったのは、我と苗木と朝比奈とギリギリの四人だけだった。いくら待っても他の者が来ないので、我らは、その連中の捜索を開始することにしたんだ。それが、八時頃のことだったな。その後、 朝ヒ奈が3階の娯楽室でセレスを見つけ、慌てて苗木や我を集めたのだ。その際、セレスが撮った画像により、その不審者が妙なコスプレをしていることが分かった。ジャスティスロボだったな。しかも、そのジャスティスロボに山田が連れ去られているという事実も判明したのだ。不審者の捜索を始めた我らは、 深や戸上と合流し、その後、二階の図書室で傷を負った山田を発見した。我らは、傷ついた山田を一階の保健室に連れて行き、再び不審者の捜索を再開したんだ。そして、保健室から出た直後。だがその時、我らは三階の物理準備室で、 石丸の死体を発見したところだった。山田と石丸の死体が発見されたのは、ほぼ同時だったはずだ。我も石丸の死体を発見した直後、あのアナウンスが流れるのを聞いたからな。直後、気絶した深川を置き去りにしたことを思い出し、我らは再び物理準備室へと戻ったのだが、今度は、石丸の死体も消えてしまったのだ。我らはすぐに、 消えた二人の死体の捜索に取り掛かった。そしてしばらくすると。なぜそう思うのだだが、朝の六時過ぎとなると、山田が殺されたのよりずっと前だな。確かに、石丸の殺人に関してはそうかもしれんが。だが、山田が殺された時は、我ら全員にアリバイがあったはずだぞ。ともかく、山田の悲鳴が聞こえた時は、 我らには明確なアリバイがあった。つまり、あの場にいた我らには、山田の殺人は不可能だったということになる。山田は保健室から運ばれたわけではなく、自らの足で動いたというのか。最初に保健室で見つけた時の山田は、生きていた可能性があるということか。つまり、最初に保健室で発見された時の山田は、まだ死んではおらず。 我らが本当の意味であいつの死体を発見したのは、美術倉庫の時だったということか。本当にあいつは生きていたのか。この中でメガネをかけているのは、それも、そうだな。だ、だが、まさか被害者の山田が事件に関与していたとは。フ、うん、パンツか。早朝6時だったな。そうか。石丸が殺されていたのも、 物理準備室だったな。石丸はメモを握りしめたまま死んだ。山田は、そのメモを、石丸の手から奪い取ろうとし、その際、破れた紙の切れ端だけが、石丸の手の中に残ってしまった。そういうことか。真犯人というところだろう。ではあいつは、石丸の死体消失から、 二人の死体が再発見されるまでの間に殺されたのだが、狂気だが、はがくれの言う通りだ。確かに気になるな。モノクマファイルによると、二人は同じような狂気で殺されているはずだが、三号と四号のハンマーが、それぞれの部屋に残されたままだったとなると、だったら、山田を殺した狂気とは何だったのだ 山田を殺した狂気は、ジャスティスハンマー3号なのか、ジャスティスハンマー4号なのか。であれば、同じような狂気という条件も一致するな。確かにそうだったな。どういう意味だ共犯者の存在が成り立つことは分かったが。では、山田を操っていた真犯人とは、何者なのだ ?3 階で悲鳴を上げた。その言葉なら我も聞いていたが、 それの何がおかしいというのだ。そういうわけのわからぬ嘘をつくから、話がややこしくなるのだ。だが、そんな名前の人物など、該当する者はいないぞ。本名を明かしていないセレスだろうな。我と朝比奈は、ずっと一緒に食堂で茶を飲んでいたのだ。どちらかが包丁を持ち出していれば、必ず、どちらかに目撃されていたはずだぞ。 大神桜だ。ならば。ふん。ああ。それで。は、<laughs> もしや。ん待て。だが、そうか。おのれ。朝日な、<laughs> まずいな。ふん。おい。ふん。あいつらは。なんてことだーなぜだう <laughs>、朝日奈。我は。頼みがあるのだ。プロテインを。うん。<laughs> おい。許せん。 なんてことだ許せんぞんー、貴様すまなかった。さらばだ。では、なるほど。されど。そうだな。やはり、終わりだ。すまない。朝日奈よ。<laughs> 我は決めたのだ。もう引かぬ。もうこびぬ。もう帰り見ぬと。 我は決心したのだお前と戦うと知っての通り、我は黒幕の内通者だった。黒幕は、我が一族の道場を人質に取ることで、我に手先となるよう命じてきたのだ。我の代で、滅ぼすわけにはいかぬ。だから、 我の命に代えてでも、守らなければならぬ。そう思っていた。そして、黒幕が我に命じたのは、殺人を犯せ、という命令だった。だがそこで、お主たちと生活を続けていくうちに、朝日奈と生活を続けていくうちに、我の決意は揺らいでいた。 我を親友と言ってくれる人物を裏切れない。だが、皆が我を恨むのも当然だ。全ては、我の弱さが招いた結果なのだからな。それが、お主たちを裏切ったことへの罪滅ぼし。そう思っていた。事態は我の力だけでは収まらなくなっていた。そしてそれこそが、 黒幕が我の裏切りを公表した本当の目的だったのだ。だが、それも全ては我の責任。ただし、我が殺すのは我自身だ。お主たちにはその価値がある。我の命を懸ける意味がある。お主たちがどう思おうと、我の大事な仲間に他ならないのだからな。 朝ヒ奈よ。最後に謝らせてくれ。我らは憎しみ合う敵同士などではなく、協力すべき仲間同士なのだということをな、朝ヒ奈よ。お主は何としてでも生き延びてくれ。仲間と共に生き延びるんだ。必ず。生き延びるんだ。